はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、マジバトね、暗黒武術会をね、やっていこうと思うんですが、まあ、前回ね、ちょっと鈴木チームをね、使っていたところ、まあ、結構ね、負け越してスタートしているというとこなんですが、まあ、引き続きね、これで X ランクを目指していこうと思います。そうだな、まあ、木曜日とか、金曜日とか、そのぐらいまでに X 行けなかったら、まあ、いつも通りのこっちのチームで、サクッと上げちゃおうとは思いますが、まあ、ちょっとそれまではね、鈴木チームでなんとか X 目指せないかなと、まあ、そもそも S2 に落ちてますけど、いろいろやってみようと思います。ということでね、ちょっとね、前回、羽クラマが結構強いんじゃないかってことでね、アタッカー不足になっちゃったんでね、この5色のチームで、ボタン、外してよりね火力に寄せた編成としてこれでやっていこうと思います。ちょっとね強化した、オートスキルとかもね全部8度目だったんですが、麻痺耐性以外はね全部10にしました。でキャラリンクの歯切りも110レベルだったやつをとりあえず140にしましたと。で必殺技も9だったやつ10にしましたってことで、ね、これでね前回よりはかなり、クラマーは強いんじゃないかなと思います。でこっちでね、やっぱりボタン使ってて、今ね、ショップにね、ボタンのコンペンがね、交換できるのが来てるんだよね。で、今まではちょっと、交換よりもね、ガチャを引きたいっていうようなね、趣旨のことを言ってはいたんだけど、このボタンはね、マジでね、ちょっとね、強いんだよね。で、5色のね、鈴木の方では、ちょっと羽クラマ使っていこうと思うので、チームに入んないんですけど、メインで使っている方のチームにはね、やっぱりボタン入ってるので、これだけはね、ちょっと交換させてほしい。ガチャがね、また遠のいちゃうんだけど、ちょっと、ここはね、欲しいかなと思います。なので、交換しちゃいます。300でかいよなぁ。まあでも、10連1回プラス、50でね、星5出ない可能性もあるところをね、欲しいキャラのコンペンで手に入るっていうことでね、ちょうど上がるので、まあ今回は良いかなと。で、これで総合力も上がるから、まあ鈴木チームの強化にも間接的になってますってことでね、まあちょっと前振りとしてそんな話をしましたが、早速やっていきましょう。みんな30万超えてるのか、今回も。じゃあ、まあ一番高い、勝利ポイント美味しいところを狙っていきましょう。あれちょっと、さっき会心チーム見てたからか。まあ今回はね、まだね、こっちのチームでは戦ってなくて、今のところずっとフルパワー鈴木でね、今季は戦ってますってことで、じゃあ、早速ね、続けてフルパワー鈴木でやっていきましょう。いくぞ。これはどうしようかな。後列が、揚力メインだから、まあ、魔風艦から入ろう。ぐわー！そんな威力出る？これは無理だよ。はい。とりあえずね、しょうがない。一回目は、格上に吹っ飛ばされましたと。2回目、気を取り直し、マジで、右に行きたいんだけど、ちょっとね、そっかー。これだけちょっと、こっちで挑んでいい？一回だけね。こっちのね、メインのチームなら、7万ぐらい戦闘力違うけど、希望はあると思うんだよね。一矢報いる。ちょっとじゃあ、ここはね、一回だけ、ベストなチームで、挑ませてもらいます。どうしようかな。ライゼンのためだけにバリアを張るべきか否か。いや、速攻でね、強化して、吹き飛ばしていった方がいいでしょう。飯。そして、ゆうすけのバフをかけて、で、
いい感じにムクロも発動。これでね、吹っ飛ばせんじゃないかな。7万ぐらい戦闘力、7万、8万だっけ、ちょっと、総合力は違いましたが、ライゼン法のね、条件がかなり整ったので、ぶっ飛ばしていきたいと思います。では、いけ！おらー！しちゃ、あー、ちょっと待て。まあでもね、シュラ吹っ飛ばせたのはでかいし、残りみんな瀕死なので、ショットガンでね、まあ、そうだな、ショットガンでみん、誰に当たってもね、構わないと思うんだよね。前衛が解ければ、直接攻撃のね、前にも行くし、これは勝ったんじゃないか？よし、オッケー！あとはムクロだけ。ムクロが残るのがね、ある意味一番美味しい。だって横攻撃ないもん。これは勝てましたね。オッケー！よっしゃ、よっしゃ。これは嬉しい。まあ、ね、チャンネル登録者的にも、総力的にもね、負けてましたが、勝利していくと。よし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 。まあじゃあ、気を取り直して、今度は、またね、チーム鈴木に戻ってやっていきましょう。これはね、右かな。はい、フルパー鈴木に戻りまして、これはね、いい感じだね、総合力的には。行こうか。いやー。さあ、これは何からやっていこうかなと。相手は揚力いないので、魔風化はとりあえずなしで。あ、どうしようかな。鈴木から行くか。レインボーサイクロンを当てていく。そして相手もね、デバフ解除がいないから、結構これで脆くなってんじゃねえかなと。さて、ただね、前が3なんで、そうだな、クラマがなかなか後ろに当てらんない。まあじゃあ鈴木で強化していこう。よし。カウンター鬱陶しいな。まあ後ろに攻撃当てたくないので、しぐれが打てないから、まあ前の列にクラマ当てておこうか。ビシッ。おお、なかなか削れるけど、もう一息足んなかったね。ああ。これどうしよう。カウンター貼られちゃってんのが嫌なんだよな。とりあえずじゃあ回避つけとこう。そして、コエマ復活するでしょ？ああ、でも一回当てとこうか。クラマの単発でコエンマ削っておきますか。よし。で、生き返る。あ、ボタン落としといた方が良かったのかな、今。カウンターがね、嫌なんですが、いや、でも鈴木かな。鈴木打ったらでも退場なんだよね、これ。でも、魔風感、いや、誰が打っても嫌だな、これ。しょうがない。一旦こうしておいて、あー、でもどんどん回復されちゃうのは良くないな。しかし全体は打てない。これで OK！ 結構入った。あんなに入るんだ。あう！いや、まだやれる、まだやれる。ここまで来たら、まあ、鈴木、あ、違う、間違えた。カウンター食らっちゃうよ。大丈夫。いや、でもこうなったら、もうカウンター剥がしに行くしかないから、魔風感打って、即後ろ攻撃して、で、行くしかない。あっと、今のでちょっと向こうを消されたの痛い。これで、カウンターなくなったから、後ろ仕留める、オッケー！これはいった！
よし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 、とどめだ。あーで死なないの、硬いね。大丈夫大丈夫、ちょっと愛し属性が危ね危ね。今の勝てたのは結構いいね。まあ一回だけね、会心チーム使っちゃったんだけど、それに関してはね、格上だったししょうがないと思ってくださいってことで、まあ今度は真ん中かな、フルパワー鈴木。これは敵が揚力チームっぽいので、魔風艦から入りますか。クワバラのデバフがなあ。でも鈴木を撃ったところでデバフ解除されちゃうから、まあいいか、とりあえず魔風艦しよう。あ、オッケーオッケー、それはタイミングがよろしい。そしてこれどうしようかな。鈴木から行くか、次元塔振るか。鈴木から行こうかな、せっかくだから。おいし、お、これしぐれ先に落とせそうじゃない。しぐれ落とせそうな気がするので、しぐれでしぐれを落としていきましょう。うりゃー、オッケー。むしろ両方落ちるとは思わなかったけど、でもじゃあこれはもうクラまでいけるんじゃないか。ビシッ、おーし、いい感じ。じゃあとどめに鈴木を決めていく。よっしゃ、なんか急に勝てるようになったな。この前回の動画までね、チーム鈴木めっちゃ負けてたんですが、今回はね結構いい感じで、戦えるようになってますと。まあ、クラマをね入れたあたりから流れが変わったかもしれん。このクラマ強いわ。さあ、相手は揚力なので魔風艦から入りましょう。魔風艦入れて黒竜入ってアタッカーがいなくなった。これは厳しい。これ、あ、でもすげえデバフノリノリ。デバフノリノリで、これはね、どうしようかな。一回だけ、バフをかけてから、耐えて、よし、オッケー、いけ、吹っ飛ばせ、うーし、オッケー。お、ジギスも強い。この1対1、ちょっと待って。うわー、ここまで来て負けたくない。くわー、マジかー。いや惜しいな今の。29万ぐらいあったよね相手。それでもやれる。あー、いやでもこれは、いやね、ちょっとさっきの勝ちたかったなー。さあ、ここは、鈴木から入ろうか。鈴木から入ろう。うわー、よし、オッケー。よー、あっという間に、吹っ飛ばされていったが、これ、後列、持っていける？いけ！よし、オッケー！オッケー、オッケー。あー、でも縦なんだよな、相手の攻撃が。あ、でもこれ持ってけんじゃないの、単発。これ前回の動画の相手だよね。今気づいたけど。オッケー！ここは、でかい。あっという間に6戦したね。まあ、じゃあ最後はね、勝った。たので、まあ今回はね、この辺で、今回はね、ここで、一旦終わりにしようと思います。もうちょっとでね、とりあえず S3 には戻れるので、しばらくね鈴木チームで戦いつつ X をね目指していきたいと思います。ということで今回はこれで終わりにします。ありがとうございました。ほい。